はい、どうもさん、こんにちは。アクトレブログです。ということで、今回なんですけど、筋トレ1年目に知りたかったこと、10選ということで、今回は筋トレ1年目に、こういうこと知っといたらもっと良かったなとか、うわ、ここもうちょっと効率やっとけば、うわ、もったいないことしたなみたいなことを、まあ、今になって思うことがたくさんあるわけですよ。僕自身も、かれこれ体操を始めてから、体を鍛えるということに関しては、10年以上続けてきてますし、その体操を始めたての頃だったりとか、体操選手の頃に、自分がこうやったらいいんだろうな、こうやったら筋肉つくんだろうなって思ってたことと、今僕が実践してることっていうのはもう全く違うわけですよ。で、もう本当に栄養学のことだったりとか、トレーニング、どういうトレーニングをしたら筋肉がよりつきやすかったりとか、全く知識がなかったので、自分の手探りな独学の状態でやってたわけなんですけど、今こういうボディコンテストの出場したりとか、今までの経験だったり、自分が勉強して皆さんに伝えてる中で、うわぁ、自分自身ももっと昔競技やってる頃にこういうこと知っとけば、もっと競技的にトップ選手になれたんじゃないかなって思うことがたくさんあるので、僕自身実は体操やってる時結構ガリガリだったんですよ。で、もう自分は筋肉つきづらいタイプだって思ってたし、周りのね、選手だったりとかコーチからも、僕は筋肉でゴリゴリこうやっていくっていうよりかは、どっちかっていうとこう空中での回るスピードだったりとか、そういったところに得意分野としてたんで、まあ、そういったタイプなんだろうなと思ってたんですけど、今そういう栄養学だったりとか、トレーニングの効率いい方法だったりとかっていうのをしっかりと勉強したり、自分で経験してやっていくと、いや、意外と俺筋肉つきやすいんじゃないのみたいな感じに思ってます。結構 SNS 上でも、去年僕が大会を目指してる時っていうのは、もう本当にステロイド使ってるんじゃないのっていうぐらい急激に成長したこともあって、そのぐらいね、うわぁ、今まで筋肉つきづらいと思ってたのにやり方間違ってただけかとか、必要な栄養素取れてなかっただけかっていうふうに思ったので、なのでぜひね、今回の話っていうのは参考にしていただくと、皆さんの成長が加速していく可能性がかなりあると思うので、ぜひ試していただければいいんじゃないかなと思います。それではまず、筋トレ1年目に知りたかったこと、一つ目、トレーニングをしていない時間の重要性。これはまさに僕が体操選手の時に本当にもっとやっとけばよかったなと思ったことの一つでもあるんですけど、もちろん仕事をしてたりとか学業を専念してたりとかすると、やっぱり両立っていうのは難しいとは思うので、僕自身体操やってる時とかっていうのは、まあ、競技の練習をしてたりとかトレーニングをしている時、この時間が一番大事な時間、充実させれば自分の競技力だったりとか筋肉ってのはよりついていくっていうふうに思ってました。でも皆さんもね、聞いたことあると思うんですけど、筋肉っていうのはそもそも食事が8割9割、そしてトレーニングが1割2割っていうふうに言われるぐらい、筋肉をキッチンで作られるんだって結構よくいろいろ言われています。で、そのぐらいトレーニング以外で休息だったりとか栄養摂取、そういったところがものすごく大事になってきます。いくらトレーニングをめちゃくちゃ頑張ったとしても、しっかりとした栄養が補給できていなかったら、筋肉っていうのはつくどころかむしろ落ちていってしまいますし、しっかりと質のいい睡眠が取れてなかったりすると、質のいいトレーニングもできないので、今の自分自身の現状よりさらに向上していくことっていうのは難しくなってくると思います。もちろん食事が8割トレーニング2割って言っていたとしても、そのトレーニングがおろそかになってしまうと、いくら完璧な栄養素を摂取したとしても筋肉っていうのは成長していかないので、最悪の結果を招いてしまいます。なので、もう一度ね、筋肉つきづらいなとか、陸上選手なんかで言えばタイム速くなっていかないなとかって思ってる方っていうのは、練習してる時間だったりトレーニングしてる時間以外のところに目を向けて、もう一度見直してもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、ここで動画の途中なんですけど、3年以上僕が飲み続けているバイタスさんのサプリメントが絶賛セール中なので、皆さんにお知らせをさせてください。ただいま Amazon にて全商品かなり安く買えるので、ぜひ皆さん見てみてください。プロテインであれば、僕が最近気に入ってるこのブルーベリー味、売り切れてるかもしれないんですけど、見てみてください。そしてこれはもう4年ぐらい飲み続けてるんですけど、マルチビタミン、ビタミンは栄養の対象に欠かせない栄養素になってるんで、食事から必要な分っていうのは取っていくのはかなり難しいので、こういったサプリメントを活用しています。ぜひ皆さんも気になるものがあれば、概要欄コメント欄のリンクから見てみてください。それでは、筋トレ1年目に知りたかったこと、2つ目、1、2週間休んでも大丈夫。これもね、かなり、まあ難しいんじゃないですか。逆に筋トレとかスポーツゴリゴリにやってる人で、1、2週間パッて休めって言われても、なんかこう、できたようなことができなくなるんじゃないかなとか、いや、筋肉落ちちゃうでしょって思って、本当にね、毎日毎日ね、休みを取らずに行ってる方もいると思うんですけど、先ほども言ったんですけど、休息や栄養摂取っていうのは、めちゃくちゃ筋肉にとってもそうだし、競技力を向上させていく上でも、とても大事なことになります。
そんな簡単にやっぱ筋肉は落ちないんで全然大丈夫です。むしろトレーニングだったりとか競技力向上に向けて練習をめちゃくちゃ詰め込んでやることによって体も疲れてくるし、そうすることで怪我のリスクも増えたりとか集中ができなくなってきたりとか、一回一回の練習だったりトレーニングの質が下がっていってしまったりすることもあるので、ある程度体をリフレッシュ回復させたりとか、そういう期間ももちろん必要になると思います。なのでもしね、自分がうわめちゃくちゃ頑張ってるのに伸び悩んでるなとか、あんまり思うような結果出ないなと思ってる方っていうのは、一度思い切って休んでみてもらってもいいのかなっていうふうには思います。そこででも大切なことというのは、しっかりと栄養摂取するということになるんですけど、しっかりと自分の体重かける 1.6倍グラムのタンパク質と自分の体重かける6倍グラムの炭水化物量が取れていると、筋肉っていうのは2週間ぐらいねトレーニングしなくても低下しないとも言われているんで、ぜひね皆さん思い切って休んでみてください。それでは筋トレ1年目に知りたかったこと3つ目、体脂肪の増減はカロリー量が全て。基本的に体脂肪を減らしていく増やしていくっていうのはもうカロリーの収支でしかないので、これはいつも散々僕が動画で伝えているので、皆さんもねうわまたかよみたいな思ってる方いると思うんですけど、体脂肪を増やして太ろうと思うと、自分が1日動くカロリー量よりも自分が食べ物から摂取するカロリー量っていうのがオーバーしていれば、その分体脂肪っていうのは増えていきます。逆に言うと自分が運動を消費するエネルギーよりも食べる量が少なかったら体脂肪っていうのは落ちていきます。その時にこの後出てくるんですけど、栄養バランスもしっかりと考えていくことによって、体脂肪そして筋肉どちらも落とさずに体脂肪だけをうまく落としていくことができるということになります。なので基本的に痩せたいなと感じている方というのは、極論言えばカロリーをどんどん減らしていけば、もちろん体重だったり体脂肪っていうのは落ちていきます。でもカロリーだったりとか必要な栄養素っていうのをどんどん削っていくことによって、筋肉だったりとか逆に体がこれ以上痩せたら困るということで、体脂肪減らない体にも切り替えていったりしてしまうので、そこに関しては少しテクニックだったりとか知識経験が必要にはなってくるんですけど、基本的にはカロリー量が全てです。僕自身が体操選手の頃っていうのは、これ本当にねやってる人いるんじゃないかな未だにと思うんですけど、本当に食べるもののカロリー一切気にせずに食べてたわけですよ。自分が好きなもんばっかり食べてたんですけど、でも体操選手って体重がね増えてしまうと 100g 200g でも空中でのね感覚が変わってきたりするんで、本当にもうやってる人いたらコメントで教えてほしいんですけど、食べるものの重さを自分でこう持ってみて、あこれちょっと重いなみたいな、あ重いからあんま食べたら体重重くなるわみたいな、まあ、太るって勘違いして、あでもこれあクロワッサン軽いなみたいな、あ食べれるやんこれみたいな感じで食べてました。よくあるあるなんですけど、体重減らすためにサウナに行って水抜きしてみたいな、まあ、本当に世間一般の方がよくやられてるダイエット方法、まあダイエットとは言わないんですけど、体重減らすためにやってるようなことをやってたんじゃないかなと思うんですけど、そんなことではね体重は減りません。もう結局はカロリーの量が全てなんで、本当にこの質量っていうのは全く関係ないです。僕自身も動画で何回も言ってるから知ってると思うんですけど、約7200キロカロリー分オーバーカロリーの状態を続けてしまうと、体脂肪っていうのが1キロ増えてしまいます。逆に言うと7200キロカロリーって結構な量あるんですよ。ポテトチップスで言うと25袋ぐらい食べないといけないんで、25袋食べてやっと1キロの体脂肪量がつくっていう計算になるので、皆さんが思ってるほど脂肪っていうのもそんな簡単につかないです。逆に言うと自分の体についてる脂肪を1キロ減らそうと思うと、そのぐらい大変なことになります。なのでぜひね、まあ本当に持って測ってる方いないと思うんですけど、裏見れば全部コンビニとかだったら栄養成分表にカロリー表記されてるんで、そこ見てうわこれやったら食える、あこれちょっとカロリー高いなとか見てみてください。で1日に自分がどのぐらいのカロリー食べてるのかっていうところまで1回計算してみてください。それでは筋トレ1年目に知りたかったこと4つ目、 PFC と言われる栄養素。これは先ほどのカロリーの話の続きにはなるんですけど、カロリーを例えば2000キロカロリー1日に摂ってる人、このでもカロリーの中にはタンパク質、脂質、炭水化物と言われる3大栄養素と言われるものがあるんですけど、3大栄養素どのぐらいの割合で摂っているのかっていうところ、これがすごく大事になってきます。もちろんカロリーを下げていけば体脂肪は落ちていきます。でも先ほども言ったように筋肉も落ちていってしまいます。これをどのぐらいの割合で1日に振り分けていかなきゃいけないのかというところを考えて、しっかりと1日どのぐらいの量を食べればいいのかということを考えていくと、しっかりと筋肉が残したまま痩せていけたり筋肥大させていくことができます。ダイエットとかしてる人っていうのはこの PFC とかよく耳にすると思うんですけど、 P っていうのはプロテイン、タンパク質の P です。そして F っていうのはファット、脂質の F です。
そして C はカーボハイドレート、炭水化物の C になります。この3つの栄養素しかもう世の中にカロリーを持ってないわけですよ。まあ他にアルコールとかもありますけど、どの食材を食べていようとこの3つが必ず含まれています。で、先ほども言ったんですけど、栄養表記裏を見たら炭水化物、タンパク質、脂質とかって全部載ってるんですよ。で、これを1日にどのぐらい取っていくのかっていうところを考えるときに、カロリーだけではなくて炭水化物 20g とかタンパク質 30g とかって書いてあるんで、それをじゃあ1日にどのぐらい取っていくことが大事なのかっていうところまで落とし込んでいってあげることがものすごく大事になってきます。そして痩せるために必要な黄金比率というのがあって、これをどのぐらい取ればいいのかというところなんですけど、1日に2000キロカロリーを摂取する人であれば、炭水化物が1日2000キロカロリー分の 50% を占めるようにしてください。なので1日に 250g 分の炭水化物を摂取するようにしてください。約1000キロカロリーですね。そしてタンパク質、約 30% を総摂取カロリーから摂取してほしいので、1日に2000キロカロリー摂取する人であれば600キロカロリー分をタンパク質で摂取するということは、タンパク質が 1g あたり4キロカロリーなので、600を4で割ると 150g 分のタンパク質摂取すると。そして最後、脂質というのは残りの 20% を摂取してもらいたいので、約400キロカロリー分を脂質で摂取する、油で摂取するということになります。そして脂質というのはものすごく少ない質量に対してカロリーが膨大にでかいものになるので、 1g あたりに含まれているカロリーというのが9キロカロリーになります。 45g ぐらいを摂取することが目安になってきます。僕自身もこれはまた体操選手時代の話にはなってくるんですけど、この軽い重いとかで判断してたわけじゃないですか。でも結局あんまり物の量っていうのはトータルでは食べてなかったんですけど、なので体重が落ちたり増えたりっていうのは自分である程度コントロールはできてたんですけど、結局この PFC っていうところまでコントロールできてなかったので、すぐに停滞期が来たりとか、なんか筋力弱くなった、力出ないんだけどみたいなこともよくありました。これで純粋にエネルギー不足になってるっていう可能性もあるし、必要な栄養素が取れてないことによる筋肉の減少、筋力低下っていうことも考えられます。なのでしっかりとこの PFC っていうところを一つね頭に置いていただいた上で、しっかりダイエットだったりとかトレーニングに励んでいただければいいんじゃないかなと思います。それでは筋トレ1年目に知りたかったこと5つ目、腹筋はいくら頑張っても割れない。まあ、これもねちょっと言い方には語弊があるかもしれないんですけど、まあ、腹筋割りたい割りたいって思って腹筋たくさんやってる方いると思うんですけど、腹筋ってそもそももうお腹の中でみんな割れてるんですよ。そしてこの腹筋の割れ方っていうのも、もうそもそも遺伝だったりとか、もうそもそも決まってるんですよ。なのでコメントとかで腹筋がバラバラなんですけどどうやって修正していきますかとかってご相談を受けることもあるんですけど、これはもう治らないです。で、腹筋が割れているのになんで腹筋をやらなきゃいけないのかっていうところ、ここには2つあって、しっかりと血流を良くしてあげて体脂肪の燃焼速度っていうのを早めてあげる、促進させてあげるっていうことになります。足の筋肉のように日常的に使っている筋肉、そして血流がいい部分に関してはやっぱり体脂肪がつきにくい部位にはなってきます。一方で腹筋とかっていうのはなかなか日常的にも動かさないですし、トレーニングしないとなかなか腹筋使う動作ってないと思うんですよ。なのでそうすることで血流っていうのが常に悪い状態になってるんで、体脂肪っていうのも落ちにくくなってきます。なので腹筋のトレーニングをしてしっかりと血流を良くして体脂肪燃焼を促してあげるということがまず1つ目。そして2つ目というのは、腹筋のトレーニングをすることでやっぱり腹筋も筋肉なので筋トレすると肥大していくわけですよ。肥大してしっかりと腹筋に厚みがついていくことによって次どうなっていくかというと、筋肉が大きくなると内側からしっかりと腹筋が外側に押し出してくれるんで、よりはっきりと腹筋が見えるようになってきますし、多少体脂肪が乗っていても腹筋というのが割れて見えるということが起きます。いや、これもまた体操選手の話になるんですけど、僕自身もね腹筋割りたいなと思って体操選手の頃めちゃくちゃ腹筋してました。結局やっぱり腹筋というのは体脂肪が減っていかないと見えてこないので、一番先にやらなきゃいけないことというのは女子棒になります。まあ、あとは腹筋とランニングめっちゃやってました。トレーナーの人に相談したわけですよ。腹筋ってどうやって割れるんですかと、ランニングと腹筋のトレーニングやっていう風に言われて、めちゃくちゃそれを信じてやってたんですけど、一向に腹筋が割れてこなくて諦めてやめちゃったんですけど、まあ迷信じゃないけど、まあこのチャンネル見てる人でそういう人ってもう少なくなってきてるとは思うんですけど、結構日本全国で見たら大多数の人がやっぱそういう風に思ってると思うんですよ。今でもやっぱ体脂肪って20分以上ランニングとか有酸素運動しないと燃焼し始めないんでしょとか質問してくる方も中にはいるので、腹筋割りたいのに今年も失敗しそうだなとか、もう一回も腹筋割れたことないと思ってる方は一番最初に考えてやっていただければいいんじゃないかなと思います。それでは筋トレ1年目に知りたかったこと6つ目、体重計測は朝一番に行う。結構多いと思うんですよ、日中測ってる人。あれマジで意味ないです。まあ、基本的に日中どこかで測る体重計測というのに正確性っていうのは求められないです。
なぜかというと、その1日朝ごはんだったり昼ごはんどのタイミングで測るかは分からないですけど、食べた後に測るとやっぱりね、胃の中に溜まってる内容物の重さだったりとか、あ、便通悪いなとか、最近あのうんちできてないなとかって思ってる方っていうのは、その便が溜まってる可能性ももちろんありますし、体内の水分、これも関係してきてます。うわ、むくんでるなみたいなあるじゃないですか、そういう日。そういうのにも関係してくるので、基本的に朝一番に行わないことには正確な体重っていうのは測れないです。朝一番に行ってカロリーしっかりと制限しているのに体重増えてるなってことは、うわ、そういえば最近うんこいけてないなとか、今日むくんでる気がする、昨日塩分取りすぎたかなって解決法が分かってくるんですけど、でも日中測ってただ単に体重の数値だけ、うわめっちゃ重なってるどうしようみたいなっていうのは、まあ、本当にあの当てにならないので気にしなくていいと思います。僕自身もこれは全部体操選手なんですけど、体操選手時代にやっぱ練習前に測るわけですよ。で、練習前に測って、うわ昨日より体重やばい、 300g 重いみたいな、うわこれ絶対調子悪いわみたいな感じで急いでトイレ行ってね、うんちしてもう一回体重計乗って、よかった昨日よりちょっと軽くなった、これ調子いいわみたいな、まあそういうことに左右されてたんですけど、まあ基本的にね、あの体を動かすために必要なエネルギーっていうか栄養素取れてれば、まあ、力も絶対発揮できると思いますし、その内容物によって変わってこないので、まあ、そこは安心していただければいいんじゃないかなと思います。で、ここで一つ朝一に測る注意点なんですけど、しっかりと朝トイレに行ってから測ってください。朝一おしっこ行きたくなると思うんで、おしっこは出してしっかりと体内の水分量っていうのを体の外に排出してから測ると、まあ、割とあの安定したというか正確な自分の今の体重っていうのを知ることができると思います。それでは筋トレ1年目に知りたかったこと7つ目、サプリメントに頼る。これに関しては賛否両論あると思うんですけど、サプリメントっていうのはあくまでも補助なので、自分が1日に摂取する食事からしっかりと栄養素が取れていれば全く問題はないんですけど、男性とかで、まあ、あんまり料理が得意じゃない人とかっていうのはコンビニだったりとかそういうところに偏ってしまうから、僕自身もあの大学生の時自分で料理してた頃っていうのはやっぱり焼肉とかドーンって乗せて丼にして食べたりとか、そういうのばっかり食べてました。で、そうするとやっぱりね、栄養素って偏ってしまうじゃないですか。まあタンパク質は取れたとしても、しっかりとしたあのビタミン、ミネラル取れなかったりとか、コンビニだけのご飯だったらタンパク質量足りないよねとか、まあさっきも言ったんですけど、お腹の中に内容物が入っていることで体重が重くなってしまう、動くと気持ち悪かったりとか動きが鈍くなったりとか、そういうこともあると思うんで、しっかりとそのご飯から取っていくのはもちろん一番大切なことにはなるんですけど、自分のことを楽させてあげるという意味でもサプリメントっていうのを活用してあげた方が自分の負担っていうのが少なくなるんじゃないかなと思います。もちろん時間のね削減もそうですし、胃腸にかかる負担っていうのもかなり少なくなってくると思います。筋肉を肥大させていきたい人であれば、自分が肥大させていくために必要な栄養素を取ろうと思うと結構な量やっぱ食べていかなきゃいけないんですよ。俗に言うバルクアップって言われるんですけど、毎日オーバーカロリーで過ごさなきゃいけないので、やっぱり胃腸がね結構なダメージを負ってしまいます。サプリメントを活用することによって胃の負担だったりとか消化吸収っていうのも早くなるので、負担っていうのを軽減していくことにもつながります。なので、まあ、もちろんねサプリメントを買おうと思うと金銭的な問題っていうのもかかってくるとは思うんですけど、まあやっぱりサプリメントって自己投資の一つでもあると思うんですよ。それで一つでもね競技力が少し向上して順位が上がったりすればいいと思いますし、料理作る時間っていうのが10分20分でも1日短縮できるんだったら、それを365日で考えたら莫大な時間ができるじゃないですか。僕自身はまあ、サプリメントっていうのはかなり便利なアイテムだなと思ってます。サプリメントに頼るっていうことに関してはまあいいんじゃないかなと思います。それでは筋トレ1年目に知りたかったこと8つ目、長時間の空腹時間を作らない。これもものすごく筋肉を減らさないという点においては大事なことになってくるんですけど、筋肉ってもう本当にメンヘラ女子よりメンヘラなんで、もう本当にちょっとでも空腹になるとね、すぐに筋肉落ちていっちゃったりとか、常に体に栄養っていうのを摂取してあげないと筋肉っていうのは分解していったりするので、しっかりとねこまめに栄養摂取するということが大事になります。1日に大きなご飯を3回摂取するよりもこまめに5回ご飯を食べていった方が筋肉的にはいいよというふうに言われています。もちろん自分の仕事からそれが難しかったりする人もいると思うし、胃腸に負担がかかって、まあ、お腹が気持ち悪くなったり胃がもたれたりするからそれ難しいって方もいると思うんで、それは自分の体とは相談してもらえればいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、基本的には常に血中アミノ酸濃度って言われるんですけど、血中にあるアミノ酸濃度っていうのが高い状態にないと筋肉っていうのは分解していくし筋肉を増やしていくことはできないというふうに言われているので、先ほど出てきたサプリメントを活用して仕事の合間ご飯お腹すいたなってなる時間のタイミングでプロテインを飲んだりとか、
そういったことも、ものすごく重要にはなってくるので、より空腹時間を作らないというためにも、まあ、お弁当を食べたり、固形物食べたりするのは難しいと思うんで、サプリメントだったりか、プロテイン飲んでもらえればいいんじゃないかなと思います。それでは、筋トレ1年目に知りたかったこと、9つ目、トレーニングは部位ごとに分ける。僕自身、体操選手時代だったりとか、シルクドソレイユに在籍した頃っていうのは、トレーニングを部位ごとに行ったことはないんですけど、筋肉をより発達させていきたい、より効率よく行っていきたいっていう方向けな内容にはなると思うんですけど、まあ、自重トレーニングをずっと僕は行ってきたんで、大胸筋鍛えようと思って腕立てしたら、胸筋だけじゃなくて三頭筋も使ったりとか、一度にいろんな部位が鍛えられるようなトレーニングっていうのが多かったんですよ。で、そうするとどうなっていくかっていうと、まあ疲れてくるわけじゃないですか。だったら次他のトレーニングしようと思った時に、そのトレーニングの質が落ちちゃうんですよ。全体的にうまく成長していくことはできるんですけど、あまりにも一つの種目においてたくさんの筋肉を使う種目ばっかり行ってしまうと、毎日トレーニングを行っている方であれば、やっぱりその部位っていうのが休まらないんで、なかなか成長していかないです。なので、しっかりとジムでトレーニングしている方であれば、部位を分けて行っていくっていうことも一つ大事なことにはなりますし、その一つの部位の発達具合っていうのが今よりも加速できると思います。僕自身も YouTube 始めた頃、もう急いでマッチョになりたいと思って、毎日ジムに行って、毎日ね、もう片っ端からいろんなあのジムのトレーニングやってたんですよ。まあ僕の動画を昔から見てくださってる方は分かると思うんですけど、もともと自重トレーニング大好き、自重トレーニングでマッチョになりましたみたいな感じのタイプだったので、ジムでトレーニングってあんまりやったことがなかったんですよ。で、ジムに行くとラットプルダウンもするし、ベンチプレスもするし、ダンベルでショルダープレスもするしみたいな、あるもの全部やっとこうみたいな感じでやってました。でもなんかあんまりやっぱね、成長しないですよ。全身のトレーニングを行ってる方っていうのは、やっぱり分けてもらった方がいいんじゃないかなと思います。でも例えば自重トレーニング好きですよとか、あの家でトレーニングしかできませんよって方は、やっぱり部位ごとに分けていくのって結構難しいことにはなるんで、でも全然自重トレーニングでも毎日しっかりと追い込む気持ちでやれば、僕の3年前ぐらいの体は全然目指せます。大会に出ていきたいとか、本当にこうお客さんかけのマッチョになりたいと思ってる人っていうのは、一度部位ごとに分けていただければいいんじゃないかなと思います。それでは最後、筋トレ1年目に知りたかったこと10個目、より最速で筋肥大させたいなら足のトレーニングも行う。これはもう単純に成長ホルモンが出るか出ないかの問題なんですけど、やっぱりトレーニングすると成長ホルモンが出るんで、テストステロンって言われるテストステロン値が高まるんですよ。もちろん一番大きな筋肉の部位になるので、体の中で成長ホルモンがたくさん出て、より上半身の筋肉もつきやすくなるっていう風にも言われています。上半身の筋肉っていうのをより早く成長していきたいと思って、上半身のトレーニングばっかり毎日行ってる方ってたくさんいると思うんですけど、足のトレーニングも行っていくことによって、より上半身の筋肉もつきやすくなってきます。しっかりとね、足の日っていうのも作って、足のトレーニングも行っていただかなければいけないかなっていうふうに思いますし、それはね、僕自身にも言えることではあるんですけど、去年大会を目指してる時に足のトレーニングもしっかりトレーニングしようということでトレーニングを行ってました。足のトレーニングボロボロになるまで追い込め、ボディービルダーがやってるぐらいやれとは言わないですけど、しっかりとね、足のトレーニング行う日も作ることで、よりね、上半身の成長のスピードっていうのも速くなったなって感じられるんじゃないかなと思います。他にもダイエットしてる方で上半身のトレーニング、腹筋割りたいからってバーってやってる方いると思うんですけど、やっぱり足のトレーニングするのが一番ね、消費カロリー激しいですし、その後のアフターバーンって言われるんですけど、まあやっぱり筋肉を使うと筋肉がダメージ負うんで、その後ね、筋肉の炎症を治そうと思って体がね、しっかりとエネルギーたくさん使ってくれたりとか、トレーニング終わった後48時間ぐらいっていうのはカロリーの消費量っていうのが高くなったりするとも言われてるんで、足のトレーニングを行っていくことで消費カロリーっていうのがたくさん稼げて、よりダイエット、体脂肪、燃焼っていうのも加速させていくことができると思います。全身鍛えるということを目標に体を鍛えていっていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回なんですけど、どうでしたでしょうか。自分自身が筋トレ1年目に行えていなくて、そして筋トレ1年目にもうちょっと知っとけばよかったなと思うこと10選になります。あの、僕のチャンネル見てる方っていうのは、僕よりも筋肉あの搭載してる人っていると思いますし、そんなこと知ってるよって当たり前のこと言うなって思ってる方もいると思うんですけど、まあでも本当に基本ってめちゃくちゃ大事だし、当たり前のことが一番大事にはなってくると思います。スポーツやってる方にもめちゃくちゃこう通ずる部分があるなと思って、唯一自分が後悔、悔いが残ってるなっていうのは、やっぱり体操の選手の時にオリンピック目指してたのに、そこに出れなかったっていうところが一番人生の悔い、まあ後悔してるなっていう、まあその後悔があったから本気で頑張って、知ることそれよりの夢は掴もうとか
まあ、YouTube 自分が頑張ってちゃんと YouTube で生活できるようになろうとか、そこで努力できたっていう部分はあるんですけど、やっぱりあの知っているのと知っていないのとでやっぱりこんなにも変わってくるんだなって今になってすごい実感しているので、ぜひねそういった後悔が残らないように皆さんにもね、ぜひ筋トレしてる方、スポーツでもっと上に行きたいと思ってる方っていうのは、自分に足りない部分っていうのは取り入れていってもらった方がいいんじゃないかなと思います。結果を出したいと思ってる方っていうのはこの10選見直してみてください。ということで今回はこれで終わっていきたいと思います。今回の内容有意義だった、面白かった、ためになったと思われる方、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。